上洛寺は、神奈川県鎌倉市大船にある臨済州、県庁寺派の寺院である。三号は、俗船山。本尊は、阿弥陀三尊。家庭三年の創建で、海岐は、北条康時。海山は、太閤行友である。上洛寺は元、俗船御堂と呼ばれ、北条康時夫人の母の追善供養のために建てた、ものであった。創建当時は、密教系寺院。また、 浄土系寺院でもあったとされているが、次第に禅修職が強まり、後に臨済宗の寺となった。県庁年間、時の執権、北条時寄によって、僧の禅僧、乱慶道隆が鎌倉に招かれた。乱慶ははじめ上落寺の十字となり中国風の禅修を広め、寺には多くの僧が乱慶の教えを請うために訪れた。その後、県庁寺が創建され、 当時が鎌倉における禅宗の中心寺院になったが、それ以降も臨済宗県庁寺派においては、上落は県庁の根本なりと重視され続けた。仏殿、三門、門寺堂が現存する。仏殿元禄四年の建立で、神奈川県指定重要文化財に指定されている。本尊の阿弥陀如来像、脇地の観音菩薩像、聖子菩薩像のほか、蘭慶、道高像が安置されている。 天井には、かの雪の部室の、雲竜図が描かれている。三門十七世紀頃の混流で、鎌倉市の指定文化財、かやぶきの四つ足門、文樹道乱敬、道高ゆかりの文樹菩薩座像が安置されている。木造阿弥陀如来及び両脇地蔵仏殿本尊、鎌倉市の指定文化財、中村阿弥陀如来大座内に、人事三年六月十二日の命があり、 同年5月9日に出家して、6月15日に、没した北条康時が、極楽王城を祈願して増留したものと考えられる。盆昇法事2年3月21日の命がある。同性の盆昇で、国の重要文化財に指定されている。県庁寺、遠学寺の盆昇とともに、鎌倉三名省と称される。なお、 上落寺という寺名が確認できる。最も古い資料はこの盆章の名文である。現在は鎌倉国宝館に帰宅されている。木造文殊謀殺座像鎌倉時代の作で、神奈川県の重要文化財に指定されている。秘仏として文殊堂に安置されており、毎年1月25日に行われる文殊祭の時以外は開庁されない。A60 年には、 天笠長都市によって修理が施された、木造釈迦如来座像南北朝時代の作で、鎌倉市の指定文化財、北条安時某、南浦津具脇某仏殿の背後にある、木曽塚、木祖義高の墓と伝えられる塚で、裏山の中腹あたりにある。もともと木曽塚は上落寺の西南100メートルほどのところに建っていたが、遠方8年2月に現在の位置へ移された。 木曽塚の付近には、吉高の言い名付けである大姫の墓と伝えられている、塚谷木曽塚のゆえんを刻んだ石碑が立つ。この石碑は、鎌倉同友会が、大正15年に建てたものである、大船駅より、徒歩15分、もしくは江ノ電バス上落寺バス停より、徒歩5分。車の場合は、神奈川県道21号横浜鎌倉線、上落寺交差点より、 大船駅方面へ向かう指導に入り、100メートルほど先を右折すると三門に当たる。ありがとうございます。